おお久しぶりだな。おい、おい元気だったかみんな。目を疑ったぞ今。守る久しぶりだな。いやもう積もる話がありすぎてな。そうだろうな、俺もあるよたくさん。今日時間ある時ないか。あいや割と多分あると思うぞ。本当か。ピンしてますね。あちょっとと体調借りるね。あ大丈夫だ。ごめんね。この感じ大事だ。この感じ懐かしいですね。なんか体調借りる。確かにそうだな。久しぶりだもん。そうだな。おお相変わらずいい車乗ってるな。おいおい。いろんな意味で相変わらずだ。あこれは日本車だな。まあそうシビック。日本車入ったのか。そうだぞ。ああそうかそうか。いや全くない。いや今日時間あってよかった。俺もな本当に来たり来なかったりだから、うん、最近。ああそうだったのか。ああそうなんだよ。たまたまか。おいや本当にたまたまだ。ああそうかそうか。ああいや懐かしいな。いやまだあったか。あるよそりゃ。そりゃそうか。ああこれまだ出せんのかな。ちょっと。どうだやってみればいい。ちょっとやってみていいか。おお。まさかそんなな。守る。どうだ。出せるぞ。マジか。どうする。こっそりビール買っちゃうか。いやいいだろう。よしじゃあウイスキーもあるぞ。おおじゃあウイスキーする。じゃあウイスキーしようか。おお。いやこれ懐かしいんだこれが。おお慣れた手つきで出してんな。そうだな。おおいいね。おおしじゃあ乾杯だ。ああ久々の出会いな。まあ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 そうだな。どこから何から話したもんかって感じあるかも。そうだな。実際桃美さんじゃねえや、アンズさんとはどうなんだ。あアンズか。まあその話からじゃあ行くとすれば、まあアンズとはな、ついもう彼これどれぐらいだった。まあとりあえずまあ、うん、あれだ、婚約させてもらって。おお。あめでたいじゃないか。まあ式とかの予定はまだなんだな。それなんか具体的にどなんかあんのかそれ。ん？やるのか具体的に。いやどうだろう、ちょっとまだまあ未定は未定だから。 あそっか。それで式とかがあったら呼んでくれるかじゃあ。ああそれはもちろんだ。それはなんか気づいたらもう終わってたなんて言うと悲しいからさ。ああそれは大丈夫。その時じゃあちょっと頼りに出すよ。まあまあちょっとまあまあしばらく先かもしれんな。ただな、式の、うん、その場所の下見もできてないんだ。おお、そうかそうか。それまあしようという話はあったんだが。ああ、そうか、うん。じゃあプロポーズみたいなことはしたのか。ああ、もちろんだ。ああ、そうか。それはめでたいな。おまあでもこの町でなあ、隊長とアンズさんはもうなんていうんだ、最初からいるキーパーソンみたいな住人だからな。いやいや。まあ俺は本当にまあアンズがいてくれたから。いろいろ助けられて本当に。ああ。でな、ちょっと聞きたいことが。おお、なんだな、何でも聞いてくれ。あってな。お。実は非常にこうまだ俺もよく分かってないんだから。ああ、なるほど。ああ。シノのことなんだから。そうか。いやなんか、うん。まあこう前に一回一時帰国した時にな。ああ。なんか暴れてる犯罪者がいっぱいいるって話を聞いた中でな。ああまあその篠崎だろうなと思ってたんだ。うんそしたらなんかそうでもないような話を聞いてな。ああでどうやらその正則とかなんか山本さんとかに聞いたらなんかどうもはっきりしなくてな。なんか飛んでった旅だったとかいろいろだったんだが、一番詳しいのは守るじゃないかっていう話を聞いてな。まあそうだな、そうなるな。どうしたんだ。うん、まあちょうど奇跡的というかまあなんというか、うん、まあそういろいろあってな。その懺悔かなんかの時にちょうどこのバーも俺使わせてもらったんだから。ああそうなのか。楽しかったか。楽しかった。そうか。悔いはない。わかった。その一言が聞けたならその覚悟は受け取るよ。あ最後楽しんでこい。うんあありがとう。
こんな時にまあやぶなし今更だが、うん、世話になったな。いやいやいや、こっちのセリフよ。見送ったよ兄弟。やりたいことをやらしてやるのが一番だと思ってな。お前ならどうしてた？これを知ったら怒るか。偉そうにな。医者としての覚悟、桃美には伝えたが、やっぱり慣れないな。救えないってのは。まず結果から伝えるんだが、うん、まあ篠崎に関してはちょっと体が肺が良くなくてな。肺がか。ああ、おそらく過去にそのなんだ、まあいろいろやんちゃってた時に肺に何らかのまあその銃撃を受けた結果それが響いてきた。可能性もありって感じなんだが、まあまあそんなこんながあってな、うん、でしばらくうちの病院に入院してたんだが、まあでこれからもいろいろそれこそ長介と同じ感じで、うん、俺も知り合いに日本に医者がいるもんだから、まあ、その方に頼んで、まあ、オペをしてもらう話もどうした上で篠崎にまあお前はどうしたいと、うん、ああ聞いたんだがな、まあ治療は望まないと。そうか。で、あこっから先はあいつの独り言みたいなもんだったんだが、うん、最後にあいつが一つわがままを漏らしたのが、うん、空を飛びたいと。その最後にっていうのはなんだ。まあそうなんだ。それが俺と篠崎のまあ最後だな。だから最後の会話ということか。そうだ。で本来であれば俺はそれを見過ごすわけにもいかないといえばいかないんだが、そのままあいつは病院から抜け出して、まあどうやらそこから先はみんなも知っての通りか、さ最後に空を飛んだよ。いまいちこうなんだ。まあつかみきれんというかつかみきれんのかな。まあみんなそうなんだろうかな。ああその医者の目から見てその病状はどうだったんだ。まあ正直、まあ、非常に良くなかった。咳も出るし、なんなら血血血を吐いてるような症状を見られたからな。なるほど。明らかに消失しきってたから、まああのまま放っておいてもという感じではあったんだかな。でも本人がもう治療も望まないもんだから。それはまあそうだな。俺があのあれが俺の症状みたいなのもちょっと近いものがあったのか。なんか俺も入院したことがあったろ。ああ。俺はあの時あの日本に行くっていう選択が頭にあったからな。そうだな。まあ、だとしても。あいつはだからその治療を拒んで空を飛びたいっていうのはそのどういうことなんだ。うん、まあ俺も詳細はそっから先は追ってはいないから何ともわからないが、うん、目撃証言だけ聞く限りではまあなんかあれだな、飛行機か何かで。そうか。いや、そのまま飛行機でどっか海外に行っちまったとかそういうことじゃないのか。そこから先は分からんって感じだな。
消息不明ということか。まあ言ってしまえばそういう状況だ。なるほど。ああ、そうか、死んだとかそういうことはまあ分かんないってことだな。そうだな、そこはもう分からないとしか言いようがないな。うん、ああ、そうか。いや、辛い話をさせてしまってすまないな。ああ、いや、とんでもない。もう俺は、なんだ。まあ、ちょっとな。まあ、俺もさすがに、その時ばかりはな、医者としてどうすべきだったか悩みは悩んだんだが。いや、それは、正しいことをしたと思うぞ。そうか。まあ、なんだ。俺は、昔、息子を亡くしてるから、ああ、その息子が生きてれば、まあ、あいつぐらいの年齢だったから、そこと、こう、なんだな、かぶってしまったというかな。うん。じゃあ、あいつはもうそれっきりいないのか。そうだな、それからはもう全く見てないな。そうか。ああ、まあ、頑固だったからな、あいつも。まあ、そうだ。変わり者だしな。まあ、おかしなやつだったが、守の判断は、あいつにとってすごい救いだったと思うぞ。そうか。ああ、まあそれを長介から来ただけでもまあなんだ、まあ、俺も救われた気持ちになるよ。いや、まあただなんかそういう辛いことも ありながらもいいこともあったりとかでなかなか難しいな。まあ、そうだな。まあなんだかんだ言っても結局その時も支えてくれたのはあんただったよ。あ、そうか。いや、まあでも一番会いたかったのは守だから。あ、そうか。あ、守に会えてよかったよ。本当に会えてよかったよ。あ、本当だよ。もう目疑ったぞ最初俺来た時。じゃあな守。あ、ここでいいのか。あ、いいぞ。あ、そうか。達者でな守。あ、お互いな。頑張ってくれ。お、じゃあな。何してるんだそこで。そこで何をしてるんですか。そこで何をしてるんですか。そこで何をしてるんですか。何もしてないです。何もダメですよ。ダメですからね。今誰だけは。あ、銃刀法違反だ。それはできないな。そういえばあれだな。いや、ペンギンさんの方は誰なの。あ、篠崎です。あ、君が篠崎くんね。はい。一回だけ、本当に一回だけ一緒にバイクで走ったんだよな。何かやりたいことはないのか。やりたいことね。俺と一緒に面白いことするか。何すんの。聞きたいか。聞きたい。どうしようかな。教えてよ。どうしようかな。気になるじゃんそれ。おもろいことだ。本当？お前はなんかあれか、こう悪いことはしたいのか。まあ悪いことしたいっていうかは、悪いことをした結果で得られるものが欲しかっただけだから。何が欲しかったんだ。金か。なんだろう。居場所。居場所か。存在のアピールかな、多分一番近いのは。なるほど。居場所か。俺らの居場所を作るか、シノ。作ろうぜ。作るか、シノ。何？
俺とお前で組を立ち上げるか。マジ？ああ、一緒にやるか。いいよ、やろう。俺が親になる。OK、 楽しみ楽しもう。一緒に楽しめる街を作るんだ。作ろう。やるぞ。置いてかれんな。出ていくよ。シノ。はい。ガソリン切れそうだ。俺も。もう何してんだ。コーヒーを買いに。コーヒーここで買うなお前なんで警察署のコーヒー買うんだよ。このコーヒー高いっすよ。そうか、300ドルします。お前のことだ。やったんだろうに。諦めろ。篠崎。いや、諦めろ。まだまだだったな、篠崎。さすがに強いわ。まあ、いろいろあったからな。もしかしたら。俺が原因なのかな。あっち逃げろ、爆発する。逃げろ。なんだ。え、逃げろ逃げろ。なになになに、爆発しないぞ。おおお、これだよ。お前これだよじゃない。中にいたら死んでるじゃないか。そう、死んでるんだこれ。危ないのこれ。氷作ろうとしてるだけなのに。何それ。実際シノ、はいはい、警察の追跡力はどう思ってる。ん、弱っ。やめろもうこの町にはいないのかシノ。帰ってこないのか。すいません。転んじゃって。死のか。死の、もう時間がない。転んだんだ。転んだって何。ちょっと待ってろ。なんで起こせるんだお前が。俺闇医者してんだ今。何治療せんかったんだ。え、シノ。あ、でも助けてくれてるぞ。シノ、お前何やってんだ。シノ、お前何やってんだ。あんなにこの町を愛していた男が。どうしてそうなった。お前山本さんとフェイスして勝てるか。マシンによると。よく来るのか、ここ。たまに来るよ。何しに来るんだ。なん
何かしら考えたりするとき、大体ここに。そうか。最初はな、めちゃくちゃなやつだった。手が焼けてな。いいな、足の、こういう日も。ずっと頑張ってたから疲れたろ。そうね。覚えてるかしの。確かにパージの日だったな。俺もいろいろ血迷って警察官として正しいことをできなかったかもしれないしな。心のどこかで お前を追いかけている時が一番充実していたのかもしれないしな。お前が好きだと言ったこの場所にな、二人で来たことはずっと俺の記憶にはあってな。しのどこにいるんだ。まだどこかにいるんじゃないのか。またあの無邪気な声で「バンダー」って呼ぶんじゃないのか。死のう。いろいろ思い悩んでいたんだろう。話を聞いてやれなくてすまなかったな。ペンギンだったお前は ずっと空を飛びたかったのか。自由に、誰よりも自由に生きたかったのか。街を愛し、そしてこの街に愛された篠崎。俺は絶対にお前を見つけ出す。いつか絶対にな。俺だけがお前を捕まえられるんだ。俺がお前を捕まえてやる。また必ずどこかでな。
俺は諦めないからな、シノ。それが俺のお前を追い続けるという自由だ。またいつか会えると信じてるぞ、シロ。